皆さんこんにちは。今回は春菜のロータリーミーティングに行きたいと思います。今年はねコロナの影響も受けることなく予定通りね5月28日の開催となりました。はい、半年前かな、去年11月27日、ということで2度目のロータリーミーティングということですが、今回は会場がですね、はい、イカホスケートリンクっていうね、うん、スケートリンクのリンク上に乗せるという、え、氷の上、氷じゃない、まあ楽しんでいきましょう、行きましょう、レッツゴー、レッツゴー。ついにやってきました。今受付が済んで、クリアボードと腕につけるやつをもらって、この渋滞は短かった、前回より全然、ね、前回より全然短かったね。でも何分、40分ぐらい並んだ、え、そうなの、そんぐらい並んだらしいです。30分以上は並んだんじゃない、結構手前のところで受付やってんだね。そうだね、やばい天気、シボン最高、誰こんないい天気にしてくれたの、天気の神様、ね、本当に感謝する。さあ着いた、あ、まだちょっと並んでるね、リンク内入れるかな、じゃじゃん、やってきた、知り合いですか、調査さん、あ、こんにちは、こんにちは、どうもどうもすごい、早速会えたね、喉がイガイガ、喉イガイガ、イガちゃん、イガちゃん、あ、こんにちは、あ、お久しぶりです、スピリットあるの、そうです、あ、そうなんですね、また後で行きます、声かけてくれた、見つけよう、スピリットある、こんにちは、はじめまして、私もエイトノリなんですけど、あ、そうなんですね、いつも見させていただいてます、ありがとうございます、ありがとうございます、です、ありがとうございます、後でまたちょっと、後で見に行きます、そしたら見させてください、ぜひよろしくお願いします、お願いします、これからもずっと応援してます、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいね、すごい、前回で、なんでインコ持ってんだろう、すごい車いっぱいいるんだけど、すごっ、やばすぎる、はい、じゃあ遊びに行きましょう、行きましょう、イエー、レッツゴー、レッツゴー、はい、はい、これからドリフト走行が始まるということで、はい、やばいね、ちょっと見よう、音がやばい、音がやばい、どう、やばい、なんかこんなさ車運転しててかっこいいと思ったことないけどさ、かっこいいんだね、前の赤いエイト、エイトじゃん、セブンがお気に入り、やばい、見て見て、来て来て、壊れちゃうよ、壊れちゃう、車がタイヤ取れそうだよ、だってもう角度とかえぐい、やばいね、マリナできるかな、できない死んじゃう、マリナが、ここにいます、視聴者さんにお会いしまして、はい、それではじゃーん、めちゃめちゃかっこいいエイト、すごい、あれみたい、んポケットモンスターのポケットモンスターのそうそうそう、なんかそういうポケモン好きな人、ピカチュウ号とかあるじゃん、お、めっちゃかっこいい、すごい、車がたくさん、じゃん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 、なんかさ T シャツの中に虫入ってきたんだけど、ちょっと回っていきたいと思います、思います、ちょっと気になる車があったら、こんなところにエンジンが落ちてる、見える、ほらここおにぎりが落ちてる、おむすびコロリンだ、びっくりしたこれ見た時、なんだと思った、お弁当箱だと思った、お弁当箱、うん、
はい、はい、ということで、お腹が空いたのでリンクの中に来てご飯を食べに来ました、うん、ちょっとね、はい、バテてるね。前田の牛一番かっこよかった。本当一番輝いてた。こちらのエイトもかっこいい。吸気のところになんか吸い込むんだね。吸気、吸気口。いいね、めっちゃかっこいいね。ありがとうございます。声かけてくれて。あ、大丈夫です。車もさ、疲れたのかさ、お休みしてるよ。え、なにこれ、すごい車だね。トランペットみたいなのついて。3、4、5、6、6ローター。え、これローターなの？聞いたことないよ。ハズの目の。かわいい。かわいい。の集会でございます。あれだ、何豆腐店、藤原豆腐店。あれイニシャル D の、イニシャル D の、そう、うん、お豆腐の
主人公さん。そう、お豆腐めっちゃ高速で運んでんのよ彼ら。あ、そうなの。そう、お豆腐を運ぶ最速マシンだから。面白いね。そう、そっからバトルが始まったね。そうそうそう、お前写真ってみたいな。結構午後になってきて、ちらほらみんな帰ってっちゃったから、この結構スカスカになってきちゃったね。そうね。けどやっぱさ、うん、セブンがかっこいい意味がわかる。ちゃんとかっこいいよな、やっぱ車高低くて、うん、スポーツカーらしいというかさ、うん、なんかシュッてしてるから、なんかさ、うん、年式の割にはこう古さを感じないデザインというかさ、ね、なんか、うんうん、そうだね、最先端の、うん、ちゃんとスポーティーな感じだね。何年前の車なんだろう。馬を見ながら早くさ、ビリビリってさ、撮ってる。馬が入ると綺麗だね。いろんな車、なんかさ、こんだけ可愛がってる車をさ、なんか傷がついちゃった時ショックすぎるよね。バンパードッキリしたでしょ、うん。はい、ということでこれからマリナの一人実況中継になります。とても恥ずかしいですけど、こんな変な人がいてもきっとみんな3ヶ月ぐらいで忘れると思うので、しっかりお話ししていきたいと思います。絶対恥ずかしいよ、小さい声でずっと喋ろうから。ほら見られてる、あ、見られてる、全国の人がマリナのことを見ている。ということで車をコメント車を見てコメントしなきゃいけないんですけど、あ、すごいおにぎりが出てきてる。すごいすごい、人がいないとこでしか喋れないわやっぱり。こっちはやっぱバチバチに決まってる人たちが多いですね。 FD なんだか FC なんだか8なんだかよくわからないですけど、こんな感じで頑張って撮影していきます。ただ歩いてるだけです。あ、笑ってる、ニコって手振ってるって。ヤッホーヤッホー。8、4台並んでる。8、7、8、8、8、8、結構8多いんだな。こっち左側は7ばっかり。見て、ハゲ、ツルッパゲ、じゃじゃーん。えっ、怖い、怖い。じゃんけん大会やってるみたいで、前回は参加できなかったので、今回こそやろうと思います。じゃんけんぽん、負けた。2回目じゃんけんぽん、じゃんけんぽん、グーの方、え、負けたの。はい、いきますよ、負けたの。じゃんけんぽん、じゃんけんぽん、あー、負けた。マジかよ、じゃんけんぽん、よし、勝った、負けた。チョキの方、勝った、勝った、初めて勝った、チョキの方、初めて勝った、チョキの方、ありますね。最初はグー、じゃんけんぽん。はい、パーの方、パーの方、じゃあいきますよ、はい、じゃんけんぽん。はい、グーの方、グーの方、グーの方、ありがとうございます、ありがとうございます。乾杯っす、乾杯乾杯、やった、黒いどうなの。あ、うまっ、めっちゃ美味しい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日声かけてくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いつも見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。一日の感想は、視聴者さんに会えたことが嬉しい、うん、2回目の人もいたんだけど、それでもやっぱ嬉しい、覚えててくれてるんだって、ね、前回のイベントで会った人が声かけてくれたり、今回初めての人も結構何人か声かけてくれてたんだけど、そう私たちがなんかちょっと夏バテしちゃってねカメラをあまり回してなかったので、うんうん、カメラを回してない分、うん、視聴者さんとゆっくり話せたかなっていう感じだったから、そう、それはそれでよかったかな、はい、またどっかのねイベントでお見かけした際には、あの遠慮なく、はい、あのお声かけいただければそう、カメラ回してても、うん、で他の友達と喋ってる時でも、いつでも声かけてください。はい、会場がねこうなんか細かく3分割になってるから、うん、みんなこうチリチリとなってて、うんうん、なんか渋川スカイランドパークの方がこうドーンってしてて、それはまあいいとこ悪いとこね、それぞれあったのかなって感じはしますが、うんうんうん、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、ま, したまた何かやってほしい企画などありましたら、どしどしコメント欄までお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。はい、それでは高崎インターから乗って帰ろうと思います。高速道路いいね。
テン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 、何つむつむ、あ、確かにテン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 っていうかね、楽しみすぎるよね。そう、1年に1回のこのミーティング。